どうもー、日いずる国 TV のお時間です。今回はソロモン諸島において中国寄りの政府に対し住民の怒りが爆発した模様です。その結果オーストラリア軍まで出動して鎮圧に当たる羽目となった事態と、記事の後にはソロモンと同様の問題を抱えるスリランカにも注目して解説しますね。南太平洋の島国ソロモン諸島で政府への抗議デモが起き、一部が中国系商店に放火や略奪するなど暴徒化しました。在ソロモン日本大使館などによりますと、ガダルカナル島にあるソロモン諸島の首都ホニアラで24日インフラ整備の遅れなど政府の方針に抗議し、首相の退陣などを求めるデモが発生しました。一部は国会の敷地内に侵入して警官隊と衝突、警察官数名が怪我をしました。また中国系住民が経営する商店などに放火し、略奪行為も行っているということです。在ソロモン日本大使館吉田主席領事、チャイナタウン、そこに放火が起きて近くにあった交番も火がつけられたと。ソロモン諸島は2019年台湾と断交し、新たに中国と国交を結んだことで一部の住民から政府に対する不満が高まっていましたとの当然の反応です。この問題と合わせて考えるべき事例が2021年11月24日親中派として知られるラジャパクサ政権下にあるスリランカで、最大都市コロンボの港湾整備を日本、インドが参画することで合意していた計画が破棄され、建設事業の実施先として中国国有企業を指名する方針が打ち出されたことです。この事業は日印両国の出資で建設され、完成後は両国が運営に関与する予定でしたが、ラジャパクサ政権が今年2月に撤回を決めていました。スリランカは中東と日本を結ぶシーレーン、海上交通路の重要な要衝であり、本計画は中国の海洋進出に歯止めをかけるという意味もありました。中国の海洋進出を食い止めるという意味において、日印両国だけでなく世界的な痛手となった今回のスリランカ政府の決定ですが、計画を白紙撤回し中国へ乗り換えたスリランカは、現大統領の弟と兄が首相を務めていることからもわかる通り、ラジャパクサ一族に支配された国です。親中派であるラジャパクサ一族は前政権時から空港など大規模なインフラ建設を中国に頼っており、一族の地元のハンバントタの港は13億ドルの建設プロジェクトで中国が建設を行いますが、後に債務の返済が不可能になり、2017年7月より99年間にわたり中国国有企業に運営権を譲渡することになっています。いわば一帯一路構想を進める中国の罠にまんまとはめられた格好ですが、今回も同様に中国へ頼ったということから、実は罠にはまったのではなく、スリランカ政府、つまりラジャパクサ政権は自ら中国側についたことを世界中に知らしめたと言えるでしょう。政権が進める中国化の結果、最大の取引国であるインドと中国の緊迫した関係に巻き込まれた国民からの不満の声は大きく、安全保障面で危機的な状況に陥った責任を独裁者ラジャパクサ一族に求めようにも、国内の政局は圧倒的な権力を誇る一族に対し野党があまりに脆弱であり、黙って国の行く末を任せるしかないと言います。今回のソロモン諸島での中国化に対するデモもスリランカのケースとほぼ同じような背景があり、一帯一路構想に取り込まれた首相への抗議という意味合いが強く、台湾政府が進めていた各種支援は国交断絶により頓挫したことで、それまで台湾と関わりの深かった地域の方からの反発ももちろんありますが、それ以上に中国化を嫌う現地住民の意向がこのデモには反映されているようです。
そのような世界中で起きている中国の一帯一路構想をめぐる悲劇ですが、その一番の被害者は台湾なのかもしれません。2018年8月にエルサルバドルと国交断絶後、2019年9月にソロモン諸島と国交を断交し、その4日後には同じ地域にあるキリバスからも国交断絶を突きつけられた台湾ですが、いずれも中国との国交を結ぶため台湾との関係を切り捨てた形になります。中国の唱える一つの中国政策により、中国が台頭し世界各国と国交を結ぶということは、その国は台湾との国交を断絶することになります。これらの背景には、中国と距離を置く蔡英文総統の民進党政権に圧力をかけたい中国共産党首脳部が、台湾の国際的な地位を貶めるため、中国が台湾と国交を有する国に圧力をかけ続けた結果と言われています。中国にとっては、各国のインフラ整備により、着々と影響力を増し、同時に、台湾との国交を断絶させることができる一帯一路構想は、文字通り一石二鳥であり、今まで台湾を国際社会から孤立させ、国力を低下させる妙手であったと言えるでしょう。そして、蔡英文総統が2016年5月に就任して以来、台湾と断交した国は6カ国目となりました。元をたどれば、台湾が1971年に国連を追放され、中国が代わりに常任理事国になったのも、中国を代表する政党政府は、中華人民共和国だと中国が世界に認めさせたからであり、今に続く中国による台湾孤立化策は、この時から始まっていたのです。日本政府も中国と国交を正常化したことで、台湾との国交を断絶していますので、ある意味、日本も今回のソロモン諸島やスリランカとは同罪と言えるかもしれません。実際は、台湾という名義で国連に残るという選択肢がなかったわけではない、と言われており、実際に、水面下では、当時、日本の岸信介政権が蒋介石に対し、台湾名義で国連に残るよう説得工作を行いましたが、中華民国にこだわる蒋介石に一蹴され実現しませんでした。蒋介石が日本統治時代をあまりよく思っていなかった総統であったこと、そして、後の李登輝氏が親日家であり、その後の台湾の発展の礎となったことを考えても、この時の指導者が違っていればと残念でなりません。こうして着々と進む中国の一帯一路構想は、中国による台湾侵攻の布石、国力低下策も兼ねているということが、一帯一路への参加を中国と調印した後の各国の動きを見れば理解できます。今後起こるであろう台湾有事と、第一次列島に含まれる日本への侵攻こそが、中国の本当の狙いと考えると、日本も台湾の置かれている事態は人事ではありません。一帯一路先で起こっている現地住民の反中国の声を黙殺せず拾い上げていくことで、世界的な反中国の大きなうねりにできるよう、マスコミ各社の方々には、このようなニュースを逃さず報道してほしいのですが、もしかしたら日本のメディアはもう一帯一路構想に参加しているのかもしれませんね。では、今回の最後も、ネット上の声をご覧くださいませ。日本も油断してはいけない。特に、武蔵野市みたいな首長がいるところは、欧米では、コロナが、原因の中国系を攻撃したつもりが、間違えて日本人を攻撃したことがありました。どうか間違えないでください。中国は、地域を支配するときは、多くの中国人を住まわせて、その地域の意思を決定するようになって、その地域を支配するが、ソロモンでもそのようにやって、中国の意思で何でも決定するようになり、住民の利益を吸い上げるようになったので、住民の反感を買ったのだろう。以前に、ケニアでも、脱中国の暴動が起きたのを思い出す。
これって世界のどこでも起こると思う。そう、借金の踏み倒しで脱中国に向かうだろうね。中国と国交を持った途上国、地域は漏れなく中国の実質的植民地となる。中国の還元にそそのかされ、目先の利益を追うと痛い目を見る。以上、日本がおとなしいだけで、現地住民の反応は当然だと思いますよね。